はい、録画開始。最後まで見てるか、ちゃんと。前の最後の動画のスリーク、あとはそうだ、視聴者プレゼントやげるよ。リュウニャンが、なんだっけ、リュウニャン。リュウニャンが修学旅行で中学校の先生に受けたひどい罰とは。分かったらコメントに書くといい。それ書いたら、そうだな。まあ、なんかしてあげるわ。なんか実演とかからもらえないの、そういうギブアイ用のって。ああ、それ、もらえるっしょ。あ、多分もらえると、言ったらもらえると思うけど。だよね。実演でも、まあ、ガバガバだからな、割と。ガバガバ。ガバガバなんだよな。ガガバのプーさん。ガバ。ガバプー。かって。早く、ま、よし。アーモー出してくれませんか。アーモー欲しいですけど。で壁拭き使えばいいじゃん。壁拭きお金がないんですよ。そうだからお金がない。ああ。おおちょっとおい、まあ、リュウ負の連鎖だな。 お前のところ、お前がこっち来たから、ジャガジャガの音とか飲むからでしょっていうか、普通に俺飲んない飲んない。ありがとう。ワンパンされてとバイヤーでワンパンいらないでしょ。カップーンナイス。これポイント入る？入んない。400。うわ、買えないし。だからさ、もし死んだゾンビの分の全員分のポイント入ったらどうなるんだろう。すごいポイントなんじゃない？そう。もう湧かねえんじゃん、これ。いや、全然湧くと思うよ。力斗ってなんでバイシも入ろうと思ったの？まあ、芝数か、チーム。チーム芝数に入ったの。前も言わなかったっけ？前なんか言ったっけ、あなた。なんかもやしとかが、あ、そうか、もやしか、もやし界隈とは。あれ、ゆきと死んでた。今死んだ。あ、今死んだ。だって救命。いやー、もう僕泣いちゃってもいいですか。ダメダメダメ。ここまで来て放り投げとか。あ、やべえ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。お前がいなくなった。全員死亡。裏画面やめろバカ。殺すぞ。スポーツマンシップに反して。スポーツ。まあこの、でもこの動画内だったらスポーツマンシップネタやっても許される、多分。スポーツマンシップにあれだよ、犯してるよ。てかもう今もうなんか BF やる気が起きないんだよな、あんまりもう。BF が結構144ヘルツ。もうなんかオワコンに特化してるし。皆さん、あの新しいサービス、BF の新しいサービス。144ヘルツ来たんですけど、遅かったんで。遅すぎでしょ。出遅れたんで。もう今更。あ、やべ、死んだ、マリ。あ、まずい。これは、ふぬ。これはまずいです。これは助けに来れるんじゃない？あ、俺の位置は絶対そのうち死ぬから。あ、スナイパーでも持っとくか、俺一個絶対殺せるようになる、こういう時用に。けど、一撃で死ぬか？死ぬんだね。もう、ちょ、危ない。危なかった、死ぬとこだったわ。帰ろ。派遣救命医。みんな1000キル超えてる。そりゃそうし、蘇生23回もしてんのか。一発だぞお前それ。さあ負の連鎖入りましたね。入りません。入ってない。大丈夫。これさ入ってもいいんすよ。余裕。人生に疲れた方、負の連鎖入ってもいいんすよ。余裕。マルグは倒したし。さあここで僕の秘技。あー、負の連鎖裏返り。やめろバカ。あ、裏側に行きたいんじゃ。スポーツマンシップ反するぞ。インスタでしょ。あ、来た、マジか。力斗とかスポーツマンシップネタ知ってんの？あ、もう言わなくて、いや、もうさ。いや、僕何も言ってないですからね。俺、その人と普通にロールしてるんで。じゃあ、大丈夫です。まあ、そういう問題じゃないけど。失礼してください。なんか死んでるよ。あとでね。今。俺が言ったるか。Now。はい。リュウ死にすぎじゃない？いやー、もう負の連鎖入ってるもん。リュウジャガノグ飲むお金がないでしょ。別にジャガノとかいらないから、とりあえず武器だけ買えばいいじゃん。あね。いや、リュウの場所、ミート場所はジャガノがないと結構きつい。ああ。しかも、あれだよ。
弾が全部ゼロ発。クリキと遊びに来たんだけど、うざこいつ。俺も行って。こいつうざいんだけど。俺ももう暇だから行くわ。ダメだって。ダメでしょ。することない。あ、俺死んだ。ああ。また俺のせいになってるわ。なるでしょ。クリキとのせいだ。ちょうど武器の強化の場所で死んだわ。まあ、目の前からなんかポンって現れた。盾持ってる？わかんない。ないかも。やばそれ。やばくないそれ。安定蘇生法でしょ。安定蘇生法だよそれ。絶対蘇生できんじゃん。やばいな、そのブラックホールくん。おぶね。いや、死な、死なねえぞ、俺は。よし。おぶな。ジャガーノートねえからな、俺。ジャガーノート飲みに行くか、ちょっと安定したし。全然はいけるね。お前、おー、ふざけんな。もう俺、慣れた。なえとる。なえるな。お前マジ気持ち悪いマジ。やめろお前。そんなこと言われても。気持ち悪い気持ち悪いお前。もう終わんじゃねこれ。お前の顔見るたびに俺吐き気する。終わってほしい。このヒゲのちょびヒゲのピュンって。そう。一緒。可愛いっしょ。気持ち悪い。あ最近の流行り。これ弾打てるからいい。それ死んだ状態で。おはよう。おまじいな。おまじ。おはよう。玉取り行こう。玉取り来たぞ。うん。なんか死体が滑ってったんだ。あ、出て。よいしょ。はあ、いやー疲れた。よいしょ。オーマイガー。あと何人ぐらいだ敵。まだ湧いてるぞ普通に。全然湧いてる。全然湧いてるわ。感度強いんだか弱いんだかわかんねえな。邪魔だよ。ただの邪魔か。感度いらないでしょ。詰まりそうになった時に前に打つぐらいでしょ。仲間にするぐらいでしょ。リュウさん危ないですその回り方。あーいしょ。一枚でどれくらい死ぬんだろう。ちょ計算してみよう。13506ってどれくらい死ぬか計算。計測する。だいたいどれくらい死ぬか。ブレスト結構20匹ぐらい多分。あんま死なないの。あれで4人しか死なないのか。終わったなこれ。ボーナス来ないかな。1ラウンドにかかる時間が殺人的に伸びつつあるね。うん、4人だと倍率が上がるはずだ。多分ね硬さは変わってないこれ。ああ。数だけ変わってる。ちょっとさ殺さないでくんね。ちょ武器取ってくるわ。オッケー。じゃあ、あったーゴブルガム。残念、また次のラウンドでね。だけてるな。ああ。速度コーラ飲んでくるわ。電車にさ、当たり判定あるの、なんで？え？なんか電車をさ、ナイフで切ると当たり判定出るんだよね。何それ。バグってんじゃない？この。ランダム、うん、
たり判定ある。ランダムのやつってどこだっけ。ランダムは空を見よう。空見てもないんだよ。タコが見えるぞ。見えねえ。地上の方じゃないこれ。地上は地上っぽいんだけど、あれ劇場の方だ。あーあっちか。あれ空に浮かんでるタコいなくない。いないね。本当だね、なんかいないね、空に浮かんでるタコ。あ、いたわ。え、どこいんの。あ、俺も見たよ。俺も見たいとかよく見てるでしょ。ん、何が。俺一回も見たことないよ。え、嘘。空見上げたことないもん俺。あ、俺、あ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 、アイムソーリー。やばい、俺も弾ゼロで。え、言っちゃうけど俺も弾ゼロだから。あ、ボーナスかね、そろそろ。ボーナスにみんなかけてください。あ、さあ、ね、来ました。あ、来たボーナス。よかったじゃん、弾もらえる。え、やけど俺もうゼロだよ。え、だから普通に他の人が倒せばいいでしょ。で、俺もうあれだよ、走っとけ。カチカチ鳴らしとく。カチカチ鳴らしとく。劇場ってどっから行くんだ。劇場は一番左だね、最初のとこ。あのスタミナがアップするやつの横の、うん、ここ行けないんだよね、ここ。どっから回るんだこれ。下か。ゲートだろ。あれ、なんか回れないぞ。へっしゅっ。ああ、邪魔だ。ああ、虫取り少年しとけば。ポケットモンスター、僕と一緒に対戦しようよ。こっちか。こっちか、劇場どこだ。ん、劇場のどこにある。俺だ、俺の場所だ。あっちのリキトンとこ場所だ。はいはい、行くわ。みんなと一緒にうんこ。その上。あー、待って、上だ、階段の上だ。よし、やっと来たわ。明日みんな何する。熊出ると。明日日曜だもん。やっぱりね、いきなり出た。ふざけんなよマジで。大体分かってた俺。あ、バイバイ。どこ行った。多分ね、川だね。川か。空を見ろ、空を。これ絶対川だと思うよ。空でも浮かんでなくね。いや、まだまだワープ来てないんだと思う。ああ、多分そろそろ。あ、ウォーターフロント。ウォーターフロントはあっちでしょ、川の方でしょ。ああ、いや、ウォーターフロントだ、こっちだわ。あのボクシング場的な。ああ、あっちか。ああ、じゃあ、あのトロンどこ。プハー、あそこね。オッケーオッケー、トロ。おい、何が出るかな。スナイパーライフル欲しいんだよな。これ単発じゃないんだよな、俺欲しいの。まあいっか、これ強化すっか、これを。待っててもいいの出ねえもんな。出ると思えば出る。出ないっしょ。なんか、え、超強いやつって何なの。なんか大当たりあんの、あのランダムで来て。大当たり、いや、レイガン当たりじゃないでしょ。何を大当たり。正直ね、ボックスいらないと思う。ボックスいらない。ずっと回していて、なんかめっちゃレアなの出るんじゃない。お、マックスアモ。あの投げ物だけ持っとけばいい。マックスアモ出ました。投げ物が当たりでしょ。これで俺が活躍できるぜ。ナイス。あのね、これどうやってしていくんだっけ。てか、リュウが持ってたあの投げ物だけっていう。あれ、エロいやつだから、もうあれ丸グアが出てくる。あ、エロくね。謎でしょ。なんかスナイパーライフル中2ネームになったんやけど、無印律早々。なんかすごい、なんか中2ネームになってる。超中2ネームになった。おい、またマックスだもん。お前死ね、マジで。こういうのに使うと思う。誰だ、お前。いや、違う、出てき、普通のゾンビが出てきたんだっつっての。もう、ほんといらない。ほんといらない。
ここで無駄にマックスアーモー出たから後で出なくなる。そうだよ、もうタイミングが悪いんだよ。本当いらない。お前ほんと不幸だな。いや不幸なのか。不幸をお届けしまーす。不幸の象徴でしょ、リキ。不幸人に不幸を持ったらこれも不幸でしょ。俺引く。パティどうぞ。助けて助けて。いやだ。あおそんな来ないって。ゆでこのラウンドでファイヤーセールか。2分30秒、近接装備のダメージは5倍になる。5倍もいらないやろ。今さらそのナイフで5倍のところで。そのナイフ。なんでそっちからいっぱい来た。やべえな。つらいね、なんか。あれ、ファイヤーセルのせいで。今日めっちゃ平和やで。ファイヤーセルのせいで脇が。脇が早い。こっち全然わからないんだけど。リキの方開いてんじゃん。いや、俺んとこ開いてないよ。誰のとこ開いてんだ、これじゃあ。多分、くんが普通に、その数だったら。なんかさ、めっちゃやばいの見えてるよ。え？テリーボックス。あれ？リッピーもしかしてあのミス、あれ、なんか変なさ、ブラックホール生成器、たまない？いや、あるよ。それあれ、一応出るは出るけど、出ないよ。その、一覧では出るけど、出はしない。ただ、あるだけ。本当に？うん。俺が捨てない限りは出ない。これワンチャン俺ちょっとじゃあ開けまくっていい？ワンチャン出てくるんじゃね？出ない。そんな何人もこれ持ってたら終わりでしょ。あ、やべやべ落ちた。落ちた。クンが落ちるとこ見た。落ちた。普通に落ちてた。ああ、これはもう疲労の塊です。疲労で落ちたわ。おじいちゃんだな。おじいちゃんだな、ほんと。単純作業ができないなんて。バカにされすぎでしょ。うるせえなぁ。クソガキども、クソ童貞のクソガキどもが調子乗りやがってよ。うわぁ。やったことあるんですか。クソ童貞のクソガキどもが当たり前だろ。レーガン出てきた。レーガンいらないよな。マジっすか、あるんすか。田中にもこれからおじいちゃんって言ったらこれ言ってる。クソ童貞のクソガキは。クソガキは黙っとった。田中さんもやったことないんすか、ね、田中さん童貞だよ。ああんなに口では達者なのにな。口ではもやし童貞なのか。もやし見知らぬ天井なの。あれらしいよ。もやし見知らぬ天井やったことあるらしい。あれっすよ、幼なじみ。幼なじみと見知らぬ天井でしょ。懐かしいな、そのネタ。そのネタでしょ。脇がしょぼいな。見知らぬ天井を見上げていた。ツイッターで急に書き出したんだっけ、なんか。なんでツイッターでしょ、あれ。なんでツイッターでしょ。マグニャンが発掘した。どうぞ。発掘か、マグニャン。だからこれ自分からさ、これ自分の部屋じゃないよみたいなこと言ってたよな。言ってもらった、もやしさん自身が。言ってたっしょ。言ってたよね。言ってた。いや、言ってたよね。これ俺ん家じゃないから自慢してる。別荘でしょ。女の子のお家入ったことある？俺あるよ、一応。俺はリーニあるの？いや、俺はあるよ。どういう感じで入ったの？普通に遊ぼうって言われて入った。で、どうしたの？普通に遊んで。の小学校力投は？俺は中学校、中2ぐらいじゃないか。中2の頃に入って2人だったの？いや、いろんな人。あ、じゃあダメじゃん。あ、じゃあめっちゃダメじゃん。中2の時はね、彼女いたけど。俺ハーレムだったよ。あれだったな。
誰もリユニアのハーレムだってて相手にしない適当だろ適当でしょ。あー、あのゾンビ俺に飽きて向こう行ったわなんだ俺となんか追いかけっこしてたら飽きて向こう行ったわ。もう眠くなってきたよ僕。よく生きて、あと17ラウンドよ見てこれさ終わんないんじゃない。これ俺9時から用事あるんだけど普通に朝の。え、どこ何何しよう。朝の9時から用事あるんだけど何しよう。終わると思う。え、終わるでしょ6時ぐらいで終わるでしょ多分。6時には終わるかな。うん、もうなんか最後に残してなんかぐだぐだやらなきゃ。いや、ティッピーだけずっとやればいい話でしょ。何が。いや、ティッピーだけずっとやってればいいってことでしょ。俺たちが死んだ。いや、4人分の量はきつい。あ、そうなの。多分分割してみんなでバッ、あれ、ブラストやった方がいい。じゃあさ、ブラストみんな持ってるちゃんと。俺持ってる。持ってない。てか、脇が偏りすぎな。じゃあさ、全員ここで俺と同じ動きしちゃダメなのこれ、まったく。いや、それやると多分すぐ殲滅てか思ったけど、あれ2回目の改造って弾増える増えない。あー、じゃあダメじゃん。それだったら強すぎでしょ。ダメじゃねえじゃん。あ、壁向き使えばいいじゃん。壁向きはやってるけど、いや、あるんだけどさ、2つ目の武器どうすればいいの。それはもうあった時でしょ。2つ目はもうなんか適当でいいと思う。あー、じゃあどうしようかな。もう俺も改装して、あ、ちょ、取りに行って。いや、もういないゾンビ。まだいますね。全然いるよ。じゃあ OKOK、じゃあここで持っとくわ。ダガ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 。あれはしないけどね、肩が痛くなる。肩が肩こりもおじいちゃんの証拠。思ったよさ、俺肩こるっていう現象がまずわかんない、なったことなくてわかんないんだ。うわ、砂で死なねえ敵一発で。終わってんなこれ、砂。多分30ぐらいまでしか効かない一発。決勝一発は30。肩こるとさ、なんか筋肉疲れ、筋肉痛とよく似てる？わかんない、俺肩こったこと一度もないからわかんない。筋肉痛と似てる、うん、まあ。似てない？肩が筋肉痛みたいな。そうだね。だよね。FPS で普通に体に疲れってこともないんだよね。はい、で、あ、ただ普通に目とか疲れる。 I'm dead! Help me! どこそれ。別にガム飲んでるから別にいいんだけど。位置を言えよ、位置情報。縦の隣だ。縦の隣か。縦で調子げにロケットパンチしてたらダメだった。死ぬわけないじゃん、このガム。頑張って。You try to drag me down with you? 何ラウンドまで行くんすか。50ぐらいでいいんじゃね。時間限界でしょ。時間限界まで。50ってやつどんくらいかかると思う。ボーナスが。うわあ、マジか、ゾンビにぶつかった。多分10ラウンド2時間かかると思う俺。何が。まあ、今から10ラウンド。いや、ボーナスが2時間かかるでしょ。ボーナスそんなすぐ終わる。ボーナス一瞬でしょ、そう終わるの。一瞬で終わる。だって数決まってるもん、ボーナスは。なんか少ない、やばい。ボーナス数が少ない、ほんとに。え、じゃあ2時間でじゃあ15ラウンドでしょ。15ラウンドぐらいじゃない。いや、俺は2時間で10。だってボーナスのあと2回か3回くる。そうなの。うん、5ラウンド大きいだから。これ拷問動画だな、これ。拷問これ拷問でしょ、これもう。50いったら普通に結構すごい。フォアゲーマー必見。フォアゲーマー必見、50ラウンド達成みたいな。50いったぜみたいな感じで。50、俺50、この前兆まで。俺のパソコンが結構すごいよね。4人で50は結構、うん、ランキング上位に入る。俺のパソコンが活かせない。ランキングでどんくらいなの、上の方は。 PC ランキングで300、200位ぐらいで。
え、100ラウンド行ってる人いんの？いるよ。いい。相当な暇人だわ。気に入った。多分1日ぐらいかかる。多分1日かけてやるんじゃないだろう、もう。朝から。1人でやったら、なんか途中でやめれるから。放置できるからいいけど、4人で やるのはもう、苦行でしょ。え、止めれるんだよね、1人って。1人だったら、うん、エスケープで。メニューで止めとけば。わぁ。超楽じゃん。わぁ、だからなんで目の前で湧くんだっつって。最悪寝て次の日やれるじゃん。いや、言うて1人だったら50ぐらいまで2時間でいける。4人で50っていう人いないんじゃないの、あんまり。50はそんなない、多分。まだ。え、10位入れるの？10位入れるでしょ。え、1位はどれぐらい、だいたい200超えてるよ、どうせ。どうせ暇人じゃん。4人でやるとね、その4人がランキングに入るから、結構、あさばる。DP ランキング入ってんの？52とかで。50で、初日は40位ぐらいだ。今は200位ぐらいだ、多分。トロは。あ、ランキング分かれてるんだ。ランキングは、うん。プレイヤー数で全部分かれてる。じゃあ3人とかでもあれなんだ。3人とかでもあるよ。2人、3人、4人、1人。武器買ってくるかな。リュニアンさ、ぶっちゃけベスパーでいいと思うよ。ベスパーブラスト以外不要でしょ、うん、もう。な、弾がなくなっちゃう。え、どう、買えばいいじゃん、壁から。いや、リュニアンあれ、一体ずつちまちまやってるから、弾の消費が。ああ挟んでる。弾だけ消費してポイントが稼げてる。ちなみに僕も一匹倒してます。うわー、クソニートのやり方だ。お、いや、お前もだろ。お前で、お前剣あるからいいよ。まあ確かに。うちの剣どうなったの？持ってるよ。炎になってんの？ファイアーエンブレム。ああ、そのままか。お前なんか西洋の剣だから嫌だ。大天空できるでしょ。うん、西洋の剣気持ち悪い。フォースのダースベイダーみたいに剣投げれるよ。エスパーでも知らなくなってきた。ロケットパンチ。ロケットパンチ死なないよ。このラウンド効かないよ。いや、一匹だけだったらマップ外に飛ばして死ぬぞ。ああ回ってる時にそれやったら自殺こい。死ぬ死ぬ死ぬ。でもクンが回ってるのもみんなで燃やした方が早そう。ああ確かにね。こっちから定期で燃やしてるからいい。定期的に燃やしてくれ。定期的に俺を燃やしに行っていい？ダメ。引き手は潰す。いらない。破滅でしょ。もうなんか断固拒否されてる。あ、やば。あ、ありがとう。まあ終わり際でしょ、もうそれだけで殺したら終わる。あ、蘇生頼む。まあいいんじゃね。サンキュー。俺のターンズニートじゃん。チェーントラップ使っていい？ダメ。ダメ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 。どうせここ来ないよ。誰も通んない。チェーントラップ。あ、マックスはもう落ちてる。やった。お、マジ？マジか。もうちょ、最悪今の。あ、人さん。最悪なんすか。な、たかってた。やっぱ力投か。力投いたからか、これ。力投が、うん。あんまアモを取るのに。あ、どうしたの？あ、力投が死んでくれたか。俺の剣弱。お前の剣。おい、竜来たぞ、竜来たぞ、竜来たぞ。おお。待って。一回俺外出る。僕の外出ます。止まってるし。現実逃避。マルグは地獄だな、これ。マルグは。最悪。ジャガノーズだけ飲んでこよう。金あるし。おお、マル。ああ、死んだ。ジャガノッツナイト。このゲーム、うんこ、うんこ、うんこ。起きろよ、何やってんの。お前、早すぎ起こすの。それするとき言えよ、お前。ツイッター見てたんだよ、俺は。しかもリバイブで500ポイントから。うわ、やべ。経験値提供ありがとうございます。
やばい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 、もうちょっと行けねえあっちに。え、いやプレステージ早く進めてる2倍期間で。お前さあ、そんなお前ポイントいらねえだろ、くれよ俺に。よこせ。このポイントはいらないね、確かに。ほんとくれお前。浄土システムないから。いらないんだけど。もう10万いきそうだ。もう俺によこせよ。ポイント上げれたいのにね。それか貯金とかね。そうそう、ポイント上げたりしたらいいのに。貯金できたらいいのに。今正直いらないでしょ。ユニアどこで死んでんの。下の階段だから。どうせいけんじゃない。はい、ネットよろしく。あとは任せろ。ダメです、戻ろ。やめてください。マルボロなんとかしたいしてほしいんですよ、うん、やばい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 、危な。危ない危ない危ない、マルボロどけ。うん、やっと例の定位置に着いた。マルボロやらないとこれきつい。定位置ついたわ。マルボロ俺かお金ないからやらない。乱戦になってる。いや、竜の位置に反応するからマルボロが行ったり来たりして。マルボロマジでお前俺のとこ来るな。ああ。あい。決め打ちされてんじゃん。虫が多いな。これマルボロのせいか、虫が。マルボロのせいで。マルボロのケツから出てきてる。そうなの？うん。ケツから出てるのこれ。海でしょ。ああおい。リスキル。リスキルされたれてんじゃん。お前どうにかしろこのマルボロ。いや、処理してたら間に合いませんよ。俺お金ないから処理できない。ユニア死ぬたびに俺がお前の金取ってんの。マジ金がないんだけど。補正すると相手の資金の。あ、相手の資金取るの？相手の資金の何パーかをもらえる。うわ。そうなの。いらねえ、お前いらねえだろそんな。資金譲渡されてる。資金譲渡。あ、こういう時に俺が上に行けばいいのか？現実逃避。君は上にいればいいや。行ってきます。じゃあ、じゃあ、あと頑張ってください。あー、リュウリュウ死ぬといいからさ、削って。マルボロダメージ取ってくれ。うわ、マルボロ来た。うわもう虫うぜ。あーあー、俺マルボロ足止めできるか、ワンちゃん。この位置はできませんでした。突破されました。見られてそう。もうちょい前で出て。あ、ん、あ、そこでいい。後ろ来てますだね。リキトまで来てんじゃん。おい、リキトバカ、こっち来んな。はい、無双。あ、やばいやばいやばい。もう一気に危なくなるな、人引きたら。人は崩壊の象徴でしょ。崩壊の象徴。俺、あーゾンビだ。弾取ってくる。マルボロなんか。マルボロいるわ。ごめん、無理、蘇生できねえ。うん。あの、あれがヒッピーだぞ。ヒッピー蘇生して。はい。おう。早いですね。おう。ああ、おい、死んだんだけど。死ぬわけにはいかんのじゃ、死んだ。あ、ああ、やばくね、やばくない？終わりでしょこれ。ああ、リキトも死んでるよ。あれで来るわ。クンが、あれできて。ビーストで来るわ。うん。いや、それにたどり着けるか。これ終わりでしょこれ。ラスプーチンすればいい。ラスプーチンできる。俺はまあガム飲んでるからいいけど。プーチン。これ無敵でしょこの。うん。よ。あ、でも一人しか蘇生できなくない？ユニアが蘇生された。リュウよろしく。は？俺無理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 。ビーストビーストビースト。あー無理？もう死んじゃった。えー、
ジジイです。お疲れ様でした。マジで、うん、ユウ蘇生したのが選択ミス。そう、そうですね。うわ、最悪だな。もう呪い眠ってるままだよね。うん、1ラウンド1回だけど。どうすんだこれ。これもう終わりだよ。うん、諦めよう。終わりじゃねこれ。ああ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 、やば、終わった。やばやば、無理です。いやー、もうよかったんじゃないかな。28回も死んでる。なんであれ3人死んだんだ。てかさ、力投さ、ふざけすぎじゃねえと。ちょっとだってゴミだな。裏画面いけないもん。ずっとこの同じ画面。リヒトホストやめようぜ。俺裏画面行ってないよ、ほとんど。リヒトホスト次からやめよう。俺だって1回しか行ってないよ。次はティッピーとか。私は行くね。私は行っちゃうね。かなり経験値は入ったんじゃないでしょうか。地獄だわ。19万8000。もう二度とやんなくていいんじゃないこれ。もう二度とやんなくていいかんない。なんか正直もうこれアンインストールしていいかあるんだけど。俺の動画ファイルさ、めちゃめちゃ二度とやんなくていいでしょこれ。もうやる必要ないっしょもうこれ。やる必要ないにも。はい、じゃあまたね。またやろうね。はい、もうやらねえよもう絶対。